はい、こんにちは、レトスの小野です。1月10日の3問に入る前にご連絡をさせていただきます。個別指導の値上げまであと数時間となりました。今日の夜中の、23時59分までは今の価格なんですけども、明日日付変わってしまうと値上げとなってしまいます。今日の夜中、10日の夜中までは今の価格なんですけども、明日11日になりますと値上げとなってしまいます。今から理解学習をすれば十分、今年あなたに合格していただく自信ありますので、一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。それでは本日の3問に入っていきます。両者の債務の履行期限が異なる場合は、双方の債務の弁済期が到来した後にのみ相殺が可能である、丸か×かという問題です。考えたい方は動画一旦ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。答えは誤りですね。相殺しようとしているものの債権、これ自動債権って言うんですけども、これが弁済期に達していれば、相殺される側の債権、受動債権が弁済期に達していなかったとしても相殺を主張することができます。例えば、両者を A、B と考えて相殺しようとしているものを A とします。そうした場合、 A の持っている債権が弁済期に達しているということは、相手方、債務者 B っていうのは支払い期限が到来しているってことを意味しているんですね。一方、債務者 B の持っている反対債権、B が持っている反対債権が弁済期にないということは、逆に A はまだ支払う必要はない。つまり、A は支払いの猶予があるということなんです。で、この場合、A がこの支払いの猶予期間、これを放棄したら、相手方 B の債権が弁済期になかったとしても相殺できますよね。相手方 B の立場に立つと、不利益は生じていない。だから A は相殺できるっていう話なんですよ。で、この点は理解しないといけない部分なんですね。ちょっと今回は解説省略してるんですけれども、覚えるんじゃなくて理解をするってことがすごく重要です。考え方が重要なんですね。なんで、個別指導の受講者さんについては、この点動画でお伝えいたします。で、もし、個別指導を受講したいっていう方は、この動画の下の概要欄に、個別指導のお申し込みページについて、リンク貼っておきますので、そちらからご確認ください。で、問い2ですね。媒介業者、宅建業者 A は、媒介契約が成立するまでの間に、代金に関する融資の斡旋について、融資条件を重要事項として説明したが、その融資が成立しない時の措置について、買い主に説明しなかった場合、宅建業法違反となる、丸か×かという問題です。で、答えは丸ですね。重要事項説明として、代金または交換先に関する貸借の斡旋内容だけではなく、斡旋が成立しなかった時の措置も説明しなければなりません。よって宅建業法違反となります。代金または交換先に関する貸借の斡旋内容、これどういうことかっていうと、お金を貸してくれる銀行の紹介などについての話なんですね。斡旋っていうのは、紹介っていうイメージですね。お金の貸借に関する斡旋なので、住宅ローンを組む際の、銀行の紹介ですね。そういったイメージで大丈夫です。また、売買契約は締結したけれども、もしお金を借りられなかった場合どうなるのか、つまりローンの審査が下りなかったってことですね。そういった場合どうなるのかを重要事項として説明する必要があります。重要事項説明書の記載事項に関する問題は非常に細かい部分まで出題されます。なので、より多くの問題を解くことで頭に入れていきましょう。で、問い3ですね。宅地造成工事規制区域内において、宅地造成に関する工事を行う場合、宅地造成に伴う災害を防止するために行う高さ4メートルの擁壁の設置にかかる工事については、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない、丸か×かという問題です。で、答えは×ですね。下記2つについては、一定の資格を有する者が設計しなければなりません。で、2つっていうのは、まず1つ目が高さ5メートルを超える擁壁の設置。2つ目が、切り戸または盛り戸をする土地の面積が1500平米を超える土地における排水施設の設置。この2つを行う場合、有資格者が設計しなければならないんですね。で、今回の問題は、高さ4メートルの擁壁の設置にかかる工事と書いてありますので、これに当てはまらないということで、
まあ、有資格者による設計は不要ですよということですね。そして一定の有資格者とは、例えば土木家や建築家の大学を卒業して土木や建築の技術職として2年以上実務経験があるもの、こういった人が、まあ、有資格者と呼ばれる人たちです。まあ、高さ5メートルの擁壁というと、だいたい2階部分に相当するぐらいの高さなので、まあ、それなりに高い壁ですよね。これが崩れたら危ないから、有資格者が設計してくださいというルールになっております。で、まあ、今回の問題で言うと問1が重要ですね。考え方を理解していれば、ルールを覚えていなかったとしても、本試験の問題も解けてしまうんですね。だそういったものを一つ一つ積み重ねていくってことがすごく重要になってきます。なので、もし、理解の仕方がわからないという方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきます。また、個別指導の内容は、この動画終わった後に真ん中にリンク貼っておきますので、そちらからもご確認いただけます。今日も最後まで動画をご覧いただきまして、ありがとうございました。レトスの小野でした。